すぐバルキリーになるから待ちかねて応援に来ちゃったの。心配性なんだからもう余裕で合格できるわよ。それじゃ最後の崩壊獣に向かって。油断大敵よキアナちゃん。よーし、あんなスライム簡単にやっつけちゃうんだから。そしたらメイ先輩帰って結婚しましょう。何おかしなこと言ってるの。おやおや、感動的だこと。残念ながら私はそこまでお人よしじゃないよ。このスライムって難易度も低すぎるし見た目も悪趣味よね。適当に難易度を上げるのもゲーム作者の趣味のうちだよ。それじゃいい相手。まあ騒がないで。天命のデータベースを探ってみるわ。あ、いたいた、これだ。あなたに一番の相手は2012年にインドで出現した崩壊獣だ。どんな崩壊獣だって怖くなんかないわ。どんと来なさいよ。カンチュン、カンチュン、キアナちゃん。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。